名前からいただいてもいいですか。です。ご質問はどういったご質問でしょうか。まだあのデビュー前なので。デビュー前なるほど、はい。まあ、今いろんな先輩からいろいろもうご指導いただいてあれなんですけど、不安でしかないですよ。もうガーナスキーってとりあえず最初は怒られろと、怒られてなんぼですよね。おそらくですけど、不安だからその不安を解消するために話をいろいろ聞いていくと思うんです、はい、不安を解消するために話を聞くんですけど、その不安って軽減されるどころか逆に認識としてなんとなく大きくなったりとか、はい、何も解決できてないなっていう感覚があります、ね、まあそうですねそうなんです。別に誘導尋問とかじゃない、はい、そうなんですよ。だってやったことないから、はい、そうそうそう、どんなに考えてもどんなに話を聞いても、はい、経験したことないから、はい、想像の域を出ないんですよ。そもそもじゃあなんで不安に感じるかっていうと、これ自分を守るためにあるんです。生存本能に近い部分なんですよ、はい、結局人間遡って超大昔ですよ。まだ狩猟採集民族って言われてた頃ですよ、はい、要は狩りをして、それでご飯食べる。もう何十万年とか、何百万年みたいな感じですよ。で、そこで人間の脳ってほぼ出来上がっちゃって、本能に刻まれてるんですよ。やったことがないことに対しては、不安を与えて、やらせないようにしよう。これだから、生存本能。だから、この生存本能には抗えないんです。どんなに話を聞いたときで、その不安って解決しないんです。で、どうすればいいかって言ったら、聞かない。話で聞かないし考えない、はい、話聞かないけど極端な話だし、はい、でもね、話聞かないければ考える種もなくなるから考えようがなくなる。ああ確かに。そう、それよりかはもう一個だけ目標を決めるんですよ。業務初日一個だけ。余裕でしょうね。何だと思います。余裕じゃないよ。安全運転。そうです。上でなんか置いといて、どんなことがあったとしても、もう自発の事故なく、うちに帰ってくる。それ以外のことは何も考えない。で、これ、乗務中日の一人だったら意外と難しいんです。これ、どんなに、まあ、運転が得意な方でも、最初ちょっとね、苦戦されるんです。なんでかっていうと、一般車を乗ってる時っていうのは、はい、ハンドルに伝わる意思って自分の意思なんですよ、はい、だから自分本位で運転ができるわけですよ。ところがタクシーの利用者っていうお客様を乗車されると、はい、お客さんの意思が介入されるわけですよ。予期せぬところを左曲がれとか右曲がれとか、はい、自分のペースで走るつもりがもっと速くせかされるわけです、はい、想定外のことが起きてくるんです。だから想定外のことが起きた時にいろいろ準備をしてたとしても、その時の空気感とかあるわけじゃないですか、はい、だからうまく立ち回れるかって言ったら立ち回れないんです。ましてやその瞬間にすごく緊張してるから、だからそういったお客さんを怒られないようにするための接客術とか、もちろんプロダクト YouTube でも出してます、はい、そういうのいくら用意してたとしても、そこがうまく通用するかって言ったらなかなか通用しないと思います。そういうのが通用し始めるのって、ある程度お客様に乗車していただいて、経験積んで怒られたりとか、あ、このお客さんだったらコミュニケーションうまくいくなとか、あ、このスピードで走ってたりとかすると、煽られたりしないんだなっていうのが、自分なりの見解が出てきて、で、このやり方で合ってるのかなっていう答え合わせの時に、初めてそういった世の中にある情報が役立つんじゃないかな。なんて思います。今はいろいろ不安に感じられるのですごくよく分かるんですけども、そう、頭で感じてしまうと今度どういうことになるかっていうと、一歩踏み込めなくなる。怖くなっちゃうんです。怖くなっちゃう。だから怖さを芽吹かせないようにするために考えない。考えることは大事です。安全。だからもしこの今ドライバーいるので話を聞くんであれば、安全運転ってどういうことですかとか、でこれまでヒヤリハットって、あ、ヒヤリハットとかありますかとか、事故起こしたとか、でその事故とか違反を起こした時にその後同じ違反とかを繰り返さないようにするためにどういうことをやってきましたか、でそこを聞いた方がいいかもしれない。ごめんなさい、時間になっちゃいました。ごめんなさい、ありがとうございました。参考になりましたって。おー、非常にじゃあとりあえず聞いてみます。はい、ありがとうございました。